おかっぱりのシーバスフィッシングからオフショアのビッグゲームまで、海のルアーフィッシングをお送りするソルトドリーマー。今回は佐賀県唐津から出港し、上五島での青物ゲーム。初日はキャスティング、ジギングともに不発。2日目は鳥山やナブラがないため、ジギングから様子を見ることにした。よし、まあ水深66メーターですかね。200グラムでちょっとやってみますね。さあ、潮がこれから動き出す時間帯なんでね、なんとかね、この大量のベイトに、大量のベイトをねバンバン食う前に、なんとかルアーでね反応させたいですね。餌が多すぎるんです、ほんとね。餌が多すぎてね、本物の餌についちゃうと、もうそれしか食わなくなっちゃうんでね、なんとかそれ前に食わせたいですね。この日使用するタックルは6フィート前後のジギング専用ロッドに8000番ハイギアの大型スピニングリール、ラインは PE の4号、ジグはロングタイプの 200g。 ほんのちょっとだけですよね。全く流れてないわけじゃないですね。ほんのちょっとだけラインが少し、ほらね、こう斜めに、向こうに向こうに船から離れようとしてるんでね、反応があってもなかなかね食わせられないんで、もうちょっと風か潮か、ちょっと強くなるだけでだいぶ変わると思いますよ。風が強くなるか、潮がもっと速く流れるか、そうなればチャンスはありそうだ。だと思うんですけどね、そこから表層の方までね、パラッパラと反応が出てますね。お、中層に53センチってのが出ましたね。お、来た来た来た、よし来た。ここで狙い通りヒット。移動するなってことなんですかね。魚が離さないですね。こうね、反応も出るし。リーダー入りました。見えました見えました。はいはい。おお、透明度が高いですね。おおお、はい、そうです、そうです。急に元気になってきました。おお、急に元気になって、おお、とっとっとっと、はい、し、まあまあいいわらさですね。元気すぎてね、途中から急に元気になりましたね。おっと、お、はい、わらさですね。まあまあいい重さがありますよ。下から20メーターぐらい、だいぶ浮いてましたね。これから潮が流れてくるに従ってね、多分少しずつ浮いてくるとは思うんですけど、まあ今のところはちょっとこう少ない反応、ちょっと拾いずりのような、そんな感じでジギングね、ちょっとやってみたら、やっとこうワラサがヒットしましたね。まあでもいいサイズですよ。ここで移動、
白瀬灯台へ向かいながら鳥山や名札魚群探知機の反応を探す。たまにね、鳥の下でね、こうまあ10キロから15キロぐらいのヒラマサがねバーンと見えるんでね、逆にこの小さいルアーよりも大きいルアーでアピールした方がもしかしたらね可能性が高くなるかもしれないんでね、ちょっとやってみたいと思います。あとはまあその鳥山がね、まあいい鳥山があれば跳ねてなくてもその周りを狙う感じでね、ちょっと遠投しながらその広範囲狙っていけば引きつける力は強いですからね。次の鳥山があったらちょっとこの大型のルアーをキャストしてちょっと誘い出したいと思います。まだ本格的な試合ではないが、トリアボイルを頼りに大きめのペンシルベイトのキャスティングで誘い出す作戦。反応してくるか。誘い出しで21メーターからの駆け上がりですね。駆け上がり30から20か、30から20メーターの駆け上がりですね。広範囲にアピールするよう22センチのペンシルベイトをセット。鳥山やナブラはないが、海底の地形変化のあるエリアを流し探っていく。駆け上がりについた魚が反応してくるか。お、出た。おっしゃ、あった。よし、よし。ここでヒット。バレちゃうよ、こっち泳いできたら。こっち泳いしたらバレちゃう。よし。どうやら魚が船に向かってきているようだ。ちょっとね、船、船の後ろに入ろうとしますね。船をかわしたいですね。針一本ですね。なんとか船はかわしたか。見えてます、見えてます。結構いいサイズですよ。ちょっとかかりが浅いんでね、ドラグちょっと緩めにしましたから。ケツの針だけです。まだランディングするまで気は抜けない。引きますね、やっぱ平正ね。いきなり出てきましたよ。お、危ない危ない。あ、出ましたね。真っ高いがありましたね。でかいルアーでね。あー、誘い出しですね。いきなりバーンとね。あ、よっしゃよっしゃ、いいヒラマサですね。いいヒラマサですよ。なかなかサイズはね、いいですよ。重さもあるし10キロオーバーですね。あー、素晴らしい。神ごとのね、この海に感謝ですね。